どうも。何やら怪しげな雰囲気を醸し出しているが、とりあえずこれを見ていただこう。先日少し界隈を賑わせたこれ。ブラックゼウスだな。そう、そして最終的な値段がこちら。すごいな。どこの金持ちよ。お主ではないのか。違うわよ、私は今貯金中でしょ。そうだったな。ではなぜこれを取り上げる？これまでは出品者の問題を取り上げてきたんだけど、ここでは入札者の問題を取り上げようかなと。皆さんだって買うだけでなく売るということもするでしょうからね。何が問題なのだ？まずはこれを見てほしい。このように入札してから質問して気に入らないと入札取り消してくれというやつがいたわけよ。おかしくないか。普通は質問してから入札するもんじゃないのか。だよね。入札してからでは相手がキャンセルしないと言ったらどうするつもりなのって話だし、まあ最悪支払わないという手はあるけど。何が目的なのだ？それがわからないから不気味でしょ。何のためにこれをやってるのかちょっとわからない。一応考えられるとしたら値段の釣り上げだけど。ということは出品者とグルか。可能性はゼロとは言わないけどゼロに近いと思う。もし仮にグルだったとしたら、別にこんな質問してキャンセルするなんて面倒なことしないで普通に釣り上げればいいと思うし。確かにな。だから釣り上げて楽しんでいる愉快犯ということになるのかなと思うけど。それ楽しいのか。わかりません。このあたりの事情を知ってる方がいたらぜひ教えてください。ある意味目的がはっきりしない分怖いな。目的は何であれこの行為はマナー違反だとは思う。出品者に面倒はかけているし、なおかつ他の入札者にも迷惑をかけている。結果的にこの人のせいで金額が釣り上がってしまっているわけだし、こういうことはやめてほしいなとは思う。良い子のみんなは絶対に真似するなよ。